続いてはスタミナ満点うなぎのお店玉川をご紹介します。もうお店の前に立っただけでもうなぎの香ばしい香りが漂ってきています。それでは行ってきます。オープンして1年半が経つ玉川。甘辛いうなぎのタレの香りに誘われてのれんをくぐると、あ、ちょっと見てください。大量のうなぎがめっちゃ動いてる。早速うなぎのお出迎えですね。あ、生きてる。あ、それ美味しくいただきます。広々とした店内はテーブルに個室、大広間と誰でも気軽に入れる空間が広がっています。玉川で使うのはうなぎの産地で有名な一色町のうなぎ。毎朝その日に使う分だけ生きたまま仕入れ、井戸水に浸して臭みを消します。玉川のうなぎは関西風、継ぎ足しながら作っている秘伝のタレにつけて炭火でおよそ30分じっくり焼き上げます。玉川ではうなぎを待ってる間も漬物バイキングで楽しめちゃうんですよ。それがこちら。あんまり漬物バイキングってやったことないんですけど、たくさん種類がありますよ。だいたい20種類ぐらいあるそうです。漬物って一言で言ってもいっぱい種類もあるし、楽しく待てますね。あとこれこれ、うなぎの骨なんですよ。もううなぎ屋さんならではっていう感じですね。まゆみさんが漬物バイキングを楽しんでいる間に、できてますできてます。表面はパリッと、身はふっくらなうなぎが焼き上がりました。うなぎをまるっと一匹使ったひつまぶし。おひつの中には炭焼きしたカリフワ食感のうなぎがぎっしり。ちなみにご飯は無料で好きな量を選べる嬉しいサービス付きです。あー、いい香りがします。身がふわふわです。身はふっくらとしていて、皮はパリッと香ばしいです。もうこのまま食べて もう十分に美味しいです。続いては薬味をのせてお茶漬けで。玉川のひつまぶしはかつおだしをかけていただきます。だしを入れることでうなぎのタレがこうだしにわーって広がって、やっぱりひつまぶしの締めにはお茶漬けが一番ですね。玉川に来たらこちらもおすすめ。10種類以上の料理がつく玉川御膳。これだけでもとってもお得なんですが、お好きなうなぎ料理をセットにしたうなぎ一式御膳がもっとお値打ち。これはかなり豪華ですよね。そうですね、はい、すごくお値打ちなんじゃないですか。これはお得になってます、こちらの方は。いろいろあって迷うんですが、うまきがちょっと気になるので、うまきをいただきますね。卵もうなぎもすごいふっくらしてますね。なんか夏前に食べるってイメージがすごくあって、あの夏バテ予防にいいのかなって思うんですけど、はい、それは本当ですか。そうですね、まあ、ビタミンの方法ありますから、うん、まあ、そういった予防で食べる方多いと思いますし、うん、普段よりは身が柔らかいって皮も柔らかいので美味しい時期ですね、はいはい、その夏バテ予防だけじゃなくて時期的にもうなぎが美味しい時期なんですね。店内での食事はもちろん、持ち帰りメニューも充実している玉川。美味しいうなぎを食べて夏を乗り切りましょう。玉川は大府市内県道248号線明星町2丁目の信号を北に進むと右手にあります。